松阪市警察署松阪市警察は、かつて存在した三重県松阪市の自治体警察。警察法の施行に合わせて、松阪市警察を設置するため、1948年1月24日、松阪市公安委員会の委員3名を選出、同年1月28日に、委員の5選により、阿保正都を初代公安委員長に選出した。その後2月7日に、 松阪市公安委員会規則など初規則を定め、松阪市警察署の会長式を3月1日に、挙行、従来の三重県警察部が解体され、松阪市警察が正式に発足したのは3月7日であった。同日、松阪市警察職員の配置等に関する規則を制定し、市内を18分区に分け、管轄区域を定めた。3月30日、 松坂市警察職員の定員及び警察署の位置、名称、管轄区域に関する条例が制定され、本署の位置が松坂市大和座、松坂との町1315番地と定められた。1949年9月9日、警察署新庁舎が落成した。1950年1月30日には警ら、交通課を設置した。 1954年に新警察法が交付されたことにより国家地方警察と自治体警察が廃止され新たに都道府県警察として同年7月1日に三重県警察本部が発足することが決まり松阪市警察も三重県警察に統合され姿を消した松阪市警察には当時87人の警察職員が在職していたが 休職中の一人を除く全員が新組織の三重県警察に移ることを6月25日に表明した。6月30日午前9時に本書の2階にて閉庁式が行われ、松阪市警察と松阪市公安委員会は解散した。1948年3月30日制定、松阪市警察職員の定員及び警察署の位置、名称。 管轄区域に関する条例による。当時の夕刊松坂の報道によれば、1954年6月25日時点の職員数は87人で、警察理員が77人、職員が9人、休職者が1人であった。1948年3月7日、制定、松坂市警察職員の配置等に関する規則による。ありがとうございます。